こんにちは。こんにちは。美咲です。渡辺です。はい、始まりました。美咲の部屋です。はい、よろしくお願いします。ちょっとジェネレーションギャップです、ね。はい、そうです。はい、今日はサイドアレンジをやってみました。はい。はい、帽子はちょっとおまけなんですけど、帽子にも合います。はい。はい。普通にまとめるだけだとボリュームが出にくい方いると思うんですけど、うん、ワンポイント加えるだけでボリュームが出てくれる方法を今日はやってますので、猫っ毛の方、ボリュームが出にくい方、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。では動画いきましょう。はい、お願いします、はい、それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。5滴くらい出します。手のひら全体に伸ばして、毛先から順に伸ばしていきます。髪の毛をすべて片サイドに持ってきます。3等分に分けていきます。外側の髪の毛を持って、真ん中の髪の毛は少し避けておきます。髪の毛を結んでいきます。後ろに避けていた髪の毛を前に持ってきて、髪の毛同士を巻きつけていきます。ゴムで結びます。ゴム付近から徐々に上に向かってほぐしていきます。26mm のコテを使います。1センチ束で毛先をランダムに巻いていきます。ヘアフックを使います。ゴムの部分にフックをつけていきます。帽子をかぶって完成です。ボリュームが出ない方向けのサイドアレンジいかがでしたでしょうか。普通にまとめるだけだとボリュームが出にくい方、一つ髪の毛同士を肩結びするだけでボリュームが出ますので、ぜひ参考にしてみてください。